午前11時20分の時点で黒潮町佐賀で37度、高知市で36.6度、南国市御面で35.9度など、すでに6つの地点で猛暑日となっています。予想最高気温は高知市で38度、四万都市中村や上市大戸地などで37度です。今日も県内には熱中症警戒アラートが発表されています。